最後のセッションはです、ね、ブログライフバランスという名前をつけています、まあ、メディアの時にも話がありましたけれども、まあ、何も収入だけのためにブログってやるものではないよねっていう話、まあ、実はそっちの方がやってる人多いよねっていう話があると思います別にメディアとしてやらなくても収入メインではなくても実はいろんなことができますというのを表現したいセッションとしてこちらのセッションを設定させていただきました、はい、では中山さんよろしくお願いします はいえー、再び司会、えー、モデレーターの方を乗りうがさせていただきます。はい、よろしくお願いします、はいえー。こちらのセッションではですね、えー、今、徳木さんからありましたけれども、まあ、その収入とかそっちではなくて、自分が好きなものをいつくらいに、いかに突き詰めるかというところを、えー、されている4名の方をお呼びして、そのお話をさせていただければなというふうに思っております。はい、では、スライドお願いします、はいえー。パネリストの紹介です。もう一度 はい、えー、じゃあ最初はメレヤマメレコさんですじゃあ、えー、と簡単に自己紹介と自分にとってブログとかツイッターとか、まあ、そういう情報発信することは一体何なのかということを簡単にお聞かせください、はいえー、こんにちはメレヤマメレコという名前でブログを書いていますあの普段は会社員なんですけれども2006年からブログを始めまして、えー、とそうですね途中まではあの旅行記がメインのブログでしてで、えー、と一番話題になったところではあの東北旅行で ワサオという犬に会いましてもともとワサオという犬じゃなかったんですけど勝手にワサオと名付けて紹介したら有名になってしまったということがありましてそれで AMN さんから、えー、とアルファブロガーアワードの記事大賞で賞をいただきましたで最近はあの虫に関する活動がですねなぜか多くなってまいりまして、えー、と去年は昆虫大学っていうイベントを主催したり あと今年の四月にはあのニコニコ学会というまあニコニコ聴会議の中で行われたんですけれども、そちらのイベントでえっと虫に関して研究しているヤバい博士たちを四人集めてそれぞれお話をしてセッションをするというあの虫虫生放送というはいイベントの座長をさせていただきました。はいありがとうございます。あのそれすごいのはですねあの四名の方が全員研究者だったのに一人だけメルコさんが普通の方だったっていうのがすごいそうですね完全に一般人で。はい なので、そういう方と渡り合えるぐらい虫が好きということですね。はい、じゃ、あ次のスライドお願いします。はい、岡田さんです。お願いします。はい、えっ、ー、と、初めまして、えっと、サポティスタの岡田と申します。えっ、ー、と、サポティスタは、えっ、ー、と、サッカーの情報サイトをですね。で、えっ、ー、と、九十五年にスタジアムのフリーペーパーからスタートして。で、九十八年に、えっ、ー、と。ウェブの個人のニュースサイトになって。で、ゼ七年から、確か、えっ、ー、と。ブログに。 なっもともとは本当にあの大学辞めて何もすることがなかったんでやってた感じだったんですけどやってくうちにあの編集者だったりライターとして、まあ、仕事になっていってで今サッカーキングっていう、まあ、ウェブのプロデューサーと後であとでサッカーと同じぐらいアイドルが好きなんで,でアイドル関係の本をいくつか出したりしてあのニュースも書いたりしています。そんな感じですね はい、あとうござい、はい、岡田さんはサッカーとアイドルがハイブリッドになっている。すごい面白い方です。<laughs> はい、じゃ次お願いします。次は野間さんです。はい、えー、の仕業の沼と申します。えー、沼の仕業はまあ個人ブログとしてですね。あのまあ自分の好きなもの。まあ、例えば車です。とか。まあ、あとはパフュームです。とかガンダムです。とか、また日本人と米お城。 まあいろいろあの雑多なブログ、えー、としてやってました。まあ約10年10年以上ですねやってます。で、あのまあその中からまあ2年ぐらい前にえっ、ー、とワンダードライビングというえっ、ー、と乗り物 とホビーに特化したブログメディアというものを始めております。でこちらはまあ乗り物なのでだいたい車あとはボートあーまあできれば飛行機宇宙まで行きたいぐらいなんですけれども、まあ、それですとかホビーであればミニ四駆、これですね今日持ってきましたけれども最近これがあのまたブームになってきていてすごい流行っていてで今。 え、まあ、私も一押しで、あの、力を入れてやってまして、まあ、電子書籍。ミニオン技術というものも発行しているぐらいなんですけれども、まあ、そんな感じで活動をしております。はい、ありがとうございます。野間さんは僕の石垣の師匠です。はい、ありがとうございます。はい、はい、次お願いします。はい、えー、最後に津田さんです。えーえー、皆さん、こんばんは、えー。津田と申します。あの、まあ、多分、あの、僕のことご存知の方だと、ツイッターの印象が多分強いと思うんですが。 なんかあのまあ、僕個人今やっている活動が、まあ、ツイッターを中心にしつつ、まあ、ユーヨメルマがやったりとかあとはあの、まあ、でもナタリーを,やのを創業したりとか実はあのブロガーとしては2002年の1月に僕自分でブログを始めていて,てなんでそれをブログを始めたのかっていうともともと僕97年ぐらいにインターネット雑誌とかパソコン雑誌とかの,あのライターやっていろんな雑誌に書く、まあ、一ライターだったんですけど。 ちょうど2001年ぐらいからですねあの常時接続のインターネットが ADSL とかで常時接続になっていって常時接続になるとですね今まで僕はインターネット雑誌、まあ、それこそ「日経ネットナビ」とかいろんな雑誌に書いていたんですけど10誌10誌以上多分書いてたんですがまあ,あの常時接続になって。 そして Google がどんどん発達してくるとですねインターネットのことはみんなインターネットで調べるようになってインターネット雑誌ってみんな買わなくなっちゃってですねすごい勢いで2001年ぐらいから雑誌が廃刊になってこれやばいなと思ってじゃあ,、まあ、あのライターとしてずっと取材をしてきたものとか自分が興味あることをなんか情報発信して仕事につなげられればいいかなと思ってで2002年に「音楽配信メモ」というです、ね、ブログを立ち上げて、まあ、もうほとんど更新してないですけど一応まだあのネット上には残っていると。ですね 一応ブロガーとしてはそんな感じです。はい。はいえっ、ー、と津田さんはあのまあその今のあったのようにあのブロガーの面もそうなんですけど、まあツイッターの方でもかなり頻繁に情報発信されてますんで、まあ情報発信をするという面でいろいろ話していただこうかなというふうに思ってます。はい。ではよろしくお願いします。はい、ではあのスライドめくっていただいて、えー、今日いくつかあの質問を用意してきたんですけど、まあもしかしたら今日はそれとはもっと拡大してどんどん話が進むかもしれませんが、いろいろおろしください。えー、最初はですね皆さんからですね、えー、趣味や 活動とブログとか情報発信ですの、ね、関係をちょっと簡単にお伺いしようかなと思っておりまして、えー、とじゃあまずメリコさんにちょっとお伺いしたいんですけれども、はい、そのなんでこのブログでそんな旅とか虫の情報発信を始めたんですか、はい、そうですすそうね、えー、ともともとブログを始める前にそんなに旅行が趣味だったかというとそういうこともなくて。 結構ブログをやりながらいろんな人から反応をもらえてどんどん楽しくなってきてその中で自分の趣味っていうのもどんどん育てさせてもらったのかなと思ってますじゃあきっかけは何だったんですか、ね、そうですねなんかうん最初本当何書いていいか分からなくてでもあのその頃自分が始めた頃結構テキストサイトとか文章系のサイトが多かったので,で自分もちょっと真似して。 テキでえっ、ー、とでもだんだんそのネタを仕込むのって結構大変だなと思うようになってあでもどこかにお出かけしてまああの写真と文章でえっ、ー、と写真を載せてそれについてどんどんキャプションをつけていくっていう形式が自分のやりたいことにすごく合っていてであの反応もよくもらえるということでどんどん発達していったような。はい,いやえっとこうやって 見たらどうかなってやったら割と苦もなくうまくいったみたいな感じななんんでですすかかねねそう旅行っという形が自分にとってすごく書きやすくってあのフリッカーに写真をアップしてそれをどんどんブログに貼りながら怒ったことを順番に書いていくっていうのがあの文章だけだとすごく遂行しないといけないんですけど旅行記は本当にそのまま書いてるような状態ですありがとうございますガラさんにとってその趣味とブログとかってどういう関係ですかね。 どううなんだろうそうですねえっ、ー、とどうなんだろうな、まあ、ブログそんなに指揮してやってなくてもともとそのサポティさんも始めたのは友人なんですよねでえっ、ー、と、まあ、友達をやってたんだけどまあまりにあの下手ってことはないんですけどあのこれ俺がやった方がもうちょっとうまくできるだろうと思って手伝ってやってるうちに何 <laughs> か僕の方がハマっちゃってで 友人はどっっちかってあの僕がすごくメディア志向の人間で友人はなんかコミュニティ志向でやってるうちにながらその、えー、とサッカー教室だったり自分でサッカー大会とか入れるようになってで僕はそういうメディアでなんか情報を出すのが楽しかったんでじゃあ僕はこっち引き取ってやってきますよみたいな感じでやっているうちにこうなってしまったみたいな感じですね。最初ってサポティスタって紙でしたよね。 紙で書いてて配ってましたよねそう,そうですね、うん、最初はスタジアムで、えー、とフリーペーパーというか、まあ、ビラで配っていて、うん、あんまりだから、ブログっていう形にこだわりはなくて、その後もあのもずっと,、えー、と2007年ぐらいまで僕だから、個人あの、HTML で更新してたんですね、いわゆる個人ニュースサイトの形で。で、今は逆に言うと,、えー、と、ブログは実はほとんど更新しなくなってしまって、自分のことはツイッターでやってるし、あの サッカーのことはサッカーキングっていうあのところで自分では直接書かずにやってるしえっ、ー、とそうですね、まあ、アイドルは楽しんで自分で書いて現場で行ったりしてますけどはい、はい、ありがとうございます野間さんにとってブログって今ブログ趣味とはどういうい関係ですかそうですねあの自分あブログを始めた2003年は、まあ、今でも覚えてるんですけど、えー、最初のエントリーは祝、えー、ムーバブルタイプ軌道、えー、みたいな感じで要は あのまあ、当時は MT、まあ、ムーバブルタイプを立ち上げるっていうのが結構大変で、まあ、自宅サーバー立ててとかやっていてで、まあ、立ってでまあやったみたいなことを書いたんですけどその後困ったんですよね何書いたらいいんだろう多分あのブログ始めたいけど、えー、何書いたらいいんだろうみたいな悩んでる方は多いと思うんですけれども私もやっぱり最初悩んだんですよ。書くことねえなあつって でしょうがないです。身の回りのことを書こうと思った時に自分結構その趣味というかまあ車が好きだったりとかガンダム好きだったりとかあとはまあ多少ゲームかなとかあとテレビ番組とかまあとにかく自分の目に入った興味のあるものについて書こうっていうのを最初にやったんですよ。 でそうこうしてるうちにあの、まあ、読者がついたからやるっていうよりかは自分,あの自分の、えーまあ、ブログの最大の,そのなんんですか、ね、想定読者っていうのは自分なんですよ。要は自分がそのアウトプットしたものを自分で読み返してみてああこういうふうに自分は結局考えてたんだと感じていたんだっていうことをその時に確認したり後で確認したりっていうことができるっていうのですごいブログにはまってったんですけど、まあ、そうこうしてるうちにだから趣味 を書いていくと自分も楽しいし、でそれがどん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 残っていくと後で見返しても楽しい。でその後にようやく皆さんからその反響があっていや自分もこうね趣味持ってますとかこれ楽しいですよみたいなことになってきたんでも自分にとってはその趣味イコールブログブログイコール趣味みたいな感じに最近はなってます。ありがとうございます。須田さんは今どんな感じですか。あのまあ2つあってツイッターっていうのはまあ逆に言うと日常生活を全部なんか方向を引くしつつ自分の やってる仕事とかを報告するもともとでもあのブロック始めた時っていうのがちょうど2002年で僕があの、まあ、始めたきっかけになったのはもともと趣味でいうと音楽が好きで、まあ、自分でバンドやってたりもしたのであの1999年に、まあ、Winnie とか EMX とかね、はい、いろいろファイル共有ソフトの元祖って言われてる n a p s t ー r っていうね、まああの ま音楽配信のやつとは違う一番最初のパソコン同士をつないで MP3 ファイルを交換するっていうのが出てきた時にあれで見てやっぱり衝撃受けたんですよね。いやこれはなんか全部そういうコンテンツがデータになってあの勝手にパソコン同士でえ交換できると、まあ、それ自身はイリーガルな存在だけどこれ多分別にダブルクリックして自分のパソコンに落ちてくる時に100円払えば払,いた払って合法化できるんだったら払うよねと思って。 多分あのその時にデジタルが情報になって流通するって結構大変な世界になるなと思ってで自分はその時にもうライターになってたんで自分自身がです、ね、あのライターとしてあの食っているってことはできてたんですけどあこれ多分もう5年後10年後普通には食っていけないなっていうふうに思ったんですねで多分こういう音楽で起きてるようなことっていうのは出版の業界にも多分来るしで 結果的にはナップスターでイリーガルだったものっていうのは2003年4年後にアップルが iTunes ストアを始めてああみんなこれがやっぱりやりたかったんだっていう形になっていって僕はやっぱ面白いなと思ったんですね面白いなと思ってじゃあネットが音楽とかのビジネスデジタルになってどう変えていくのかっていうのをそこから3年間ぐらい自分の,その仕事の中で取材をしていてで取材をしている中で、あのー、もうどんどん雑誌が潰れていったので、まあ、でも取材した成果をとりあえずアウトプットしたいなと思ったんですね。 で音楽が好きで,でその時はちょっと自分がすごく思ってたのはあのインターネットに詳しいライターとか専門家の人たくさんいたんですねで音楽ライターの人もたくさんいたんですけどでもインターネットに詳しいライターの人がナップスターっていうのは、まあ、こういうサービスだっていう記事は書くとでも音楽好きの人がナップスターっていうのが出てきた時にその音楽のメディアとかビジネスの視点からあのナップスターの方を語る人いなかったんで僕はやっぱネットも好きだったし音楽も好きだったんで、まあ、両方がそこそこ分かる。 えって書ける人間は誰もいないなと思ったんでじゃあ自分がやろうと思ってそれでブログを始めて<ー>最初から結構趣味と実益がかなってた部分っていうのがあった最初から音楽配信メモやろう、まあ、タイトルがもうそうですけどもうこれ書こうと思って決まってたって感じですかね。まあなんかとにかくブログ名ですごい、はい、僕もいろいろ考えたんですよブログ名ですごい中二,中二病っぽいなんかブログ名とかにしたりするじゃないですか, <laughs> なんかクリアインザスカイみたいな,、はい、なんかそんなようなのとかもまあ考えたりするんですけど、はい、でもなんかすごい専門的なね 内容のブログをやろうとそういうふうに思ってたのでだからそれやるんだったらもう聞いたときにあのすごいあの見たときにすぐ分かる内容がいいなと思ってはい、はい、でその時にちょうどセキュリティホールメモかなあブログというよりもやっぱ個人のそういうニュースサイトのセキュリティホールメモっていうのがあそこはまあセキュリティホールとかセキュリティに関する情報がもうずらっと毎日更新されててあれ分かりやすくていいんであれでいいやと思って音楽開始メモにしたっていうですね。 ちょっと皆さんにあのこれでお伺いしたいなと思うんですけど、まあ、さっきあの聞いたときにブログやってるって人が多かったのでそれについて聞きたいんですけど自分がブログを始めたときにこれを書きたいと思って始めた人ってどれくらいいますかつまりこれ書きたいからブログやるっていうの決まってたって人あのうちはちょっと見上げてください。お半分 行行くかかかかないいいぐらいですすねありがとうございますやっぱ最初ってなかなかこれ書きたいって決まってなかったりする人ともうこれ書きたくてやっちゃうって人結構分かれると思うんですよねまあだから日本の場合あれですよねその日記サイトの延長がブログになっていったっていうパターンと、はいねはい、あと僕もだからこのサイト始めた時そうだったんですけどいわゆる個人ニュースサイトですよね、はい、僕が始めた2002年ってまだムーバブルタイプが出るか出ないかの時だったんで,で、ねうん、個人サイニュースサイトの延長としてやった、うん。 というところがだからんかその2つがあの個人ニュースサイトみたいにメディア、まあ、さっき岡田さんの話もありましたけどメディア志向の人っていうのは最初からそういう情報発信を集めてやるっていう風になってただろうし逆にその個人の日常を書いているうちにそれがなんか何かに特化していったっていうそういう2つのパターンがあると思いますねメ、はいコ、はいうんうん、さんの場合はどっちかというと全校舎なんですかね。個人の日常を書いいてったら こうなっちゃいましたみたいな感じですかねそうですね、うん、本当に最初からこれを書こうっていうのは全然なくて、うん、でもいろんな人のサイトを見ているうちに、うん、まあ自分も何かできるんじゃないかっていうところからですね、うんうん、デジタル技術とか あのデジカメとかそれこそフリッカー使ったりとか、はい、パソコンとかネットは得意だったんですか最初からえもともと全然得意じゃなくてどうやってて覚えていっった感じでもうやっぱり必要に迫られると覚えるんだなと思ってあ、ね、あのうちの母とかも全然パソコンとか使えなかったんですけどあの私の活動をウォッチするためにものすごい勢いでネット技術を上げていて <laughs> <laughs> ああ あ、結構親バレはしてるんですね。あ、完全にしてます。うん、<う>結構この趣味のサイトをやるとき親バレするかどうかって結構難しい問題だと思うんですけれども、岡田さんとかどうですか？親とか見てたりしますか？あ、うちはでも見てますよ。でもなんか僕はね、うん、名前出して、うん、あのまあライターとか全部匿名でやるようになっちゃうので、そうしたらまあ見られるのは当たり前というか。なるほどなる沼さんとかもそうどうですか？ いやうち今ちょっと悩んでることがあって「です野、ね、間、はい、のな仕業っていうブログやってるんですけれどもそれをですね、まあ、うちの子供は知らないというかあの見てないんですよネット禁止なんでうちは。はい、なんですけどなんかあの自分が言ってないことを子供知ってるんですよ。でまあ、それどこで 知ってんのって聞いたらいや僕の、ね、友達がねネットで「野間の仕業」っていうのを読んでてでそれで聞いたんだっつって <laughs> いやいやお前の子供バレしてるのかよみたいな感じで <laughs> 小学生に野間の仕業呼ばれるって思うとすっごい恥ずかしいんですよあ<ー>あの内容が内容なんで Perfume、うん、フフの話しかしてないとかねそういう状況に今なってますでもそれで結構面白いと思ってて結局ミニ四駆とか好きだからその小学生やっぱ見るってことですよねなんですかね。 いとにかく「のま」の仕業のまあ」のマの,の仕業なんで、まあ、すぐ分かっちゃうっていうのもあるんですけどね、まあ、書いてる内容が結局年齢層何つですかねこういうのってあのエイジレスっていうかあの関係ないんで確かにミニ四句とか、まあ、趣味の関係で、まあ、その関連で読まれちゃうのかなっていう気がしますけどね。 津田さんって音楽配信メモやってた時と今の,そのツイッターやってる時とかでその読者の人が変わってきたとかそういうのってありますかあ完全に変わりましたねだからいろんなところで、まあ、人にお会いして僕大体年間3000枚ぐらい名刺配るんですけど、うん、あの大、ー、体いい僕のこと知ったきあ昨日たまたま僕自分のメルマガのオフ会をやっていって、はい、いろいろ話をしてそうすると知ったきっかけなんですかっていうと。うん あの4パターンにだからその,あの音楽開始メモやってた、うん、要するに音楽の人っていう、はい、音楽とかネットの人っていうイメージがまず一個でそれは古い時ですね、まあ、ちょうど誰が音楽を殺すのかっていう本気、はい、10年ぐらい前に書いてもいたので、まあ、そういう音楽業界のことを書いていた人っていうのがまず一番最初のイメージでその以降がやっぱりツイッターですねツイッターで僕2007年からツイッター始めてるのでツイッター始めて まあなんかよく分かんないけどツイッターで出てくるよく出てくる金髪っていうそういうイメージの,あのツイッターで知りましたっていうのが2つ目で,でもう1つがあの震災が起きた時にまあ震災が起きた後の情報発信とかをすごくずっとやってたのであれでやっぱり知ったっていう人もすごく多くてまあその震災の情報をよく分かんないけど発信してる金髪っていうイメージとで最後の4つ目っていうのが。 あのこれはですね圧倒的にリーチが変わったのがやっぱり NHK に出てからなんですねあ<ー>あの去年あのから「ニュースウェブっていうツイッター連動の番組があるあのその水曜日のナビゲーターをやっていくと、はい、地方に行って60とかぐらいの人にお,おじいちゃんおばあちゃんに声かける機会がすごい増えてでも「あテレビ出てるよね、うん、NHK 深夜ニュース金髪」っていう <laughs> っていうタグで僕覚えられてるんですよ <laughs> NHK ニュース深夜金髪っていうそういう認識をされる大体この4パターンなんですよねなるほどね。 名前まではちょっと覚えられてないという金髪は外せない条件なんですねそうですね金髪があるからまあ多分あの覚えられてるんだと思うんですけど,など僕なんかすごい津田さんの人やっぱ音楽の人だと思って見ちゃうんですけどだって金髪も音楽以来ですよね ああそうですね,ねもう99年ぐらいからなんだかんだで髪の色変えてるんで,、ねで,よ,ね、でよくツイッターとかやってた時になんで金髪なんですかっていうのがもう多分今までもう2,000回ぐらい聞かれてると思うんですけど <laughs>、あのー、一時期あの広瀬香美さんがああ「 ツイッターですごく、ね、あのブームになられたことがあって、はい、あの時に広瀬さんから呼ばれて広瀬さんのブログに金髪の理由っていうのを語ってたんですよ語ったことがあってこの記事見てくださいって一時期誘導してたんですけど、はい、広瀬さんが事務所変わってブログごとなくなっちゃったんで <laughs> そこに誘導できなくなったんですごい困ってるって <laughs> なるほど今言っとけばみんな書いてくれますよきっと。いいやいや、まああの もう最近はもうくくいろ、はいろ面倒くさくなったんで、はい、あのそういう金髪の色がもともとこれが入ってくるっていうそういうふうに考えようかなみたいな。<laughs> あのメレコさんとか岡田さんにお伺いしたいんですけどブログをやってることでその声かけてくる人が変わったとかそのブログをやってるうちにだんだんその例えば最初はメレコさんだったら旅ブログだったけどだんだん虫ブログになっていくにつれて読者の人が変わってきたとかそういうのを感じることとかってありますすかあそうですね最近見てくださってるのは生き物系の人がすごく多くって生き物系って言ってもなかなか難しいと思うんですけど、うんえっと、大学院とかで、まあ、虫や生き物の研究されてる方とか。はいうん うい方がすごく増えましたね。で、ツイッターでもみんな、そういう人たちで結構つながってるんですよ。ちなみにブログ名は、どこから、それこそ広瀬香美さんだと思いますけど。広瀬香美さんのゲレンデが解けるほど恋したいっていう歌があって、それででダジャレすよね広瀬さんのことが特に好きだったわけではない。そうですね残念ながら、特別好きとか好きだったとかそういうわけでもなす。 ダジャレ思いついた瞬間つけてで名前もそれに合わせてメレヤマメレコにして,してそうななんですねなるほどこういうとこ出てくるときすごい恥ずかしいし名乗りにくくて <laughs> なるほど、ね、ありがとうございます小倉さんとかどうですか最近はサッカーからアイドルになりつつあるじゃないですか何か変わったこととかってあるんんですかはい、はい、うーんとどうですかねでもあの意外とアイドルとそのファンの人もそうだし、えー、と例えば関係者の人もサッカー好き多いんですよね、だからサポーティスタ知っててくれる人とか結構いて。うんうん、あの そういういい意味で話すすごい早かったりします、ね、むしろサッカーの方で知ってるんで、うん、ああみたいななるほどなるほど。なんかね少し思うのはこのブログにこれ何が好きだって書いておの結構重要だなと思っていてあのどこで声かけられるかわかんないじゃないですか結構ありますよね読んでくれててあれで好きだったんですねみたいなことって<ー>そういうのって何かあったりしませんか どうですかねでも、いろいろありますね、パッとちょっと出てこないですけど、あと分かんない、ちょっとさっきの津田さんとの話で言うと、僕もやっぱり見た目インパクトというか、分かりやすいっていうのはあります。自分のツイッターのもアイコンで、これ、同じ顔の人形になってるんですけど、それで大体なんか見ると分かるみたいな、それ単純に分かりやすいですね、ツイッターとかってね、アイコンで思いますよね、ID っていうよりもね、あ、あのアイコンの人みたいな感じでね、思いますけど。 確かにそうですよね。はい、ありがとうございます。ちょっとスライドをめぐってもらってもいいですか。はい。えー、というところでお伺いしたいのは、えっ、ー、となんかブログを始めた情報発信の上でなんか身の回りとかで変わったことってあるのかなっていうのをちょっとお伺いしたいんですけれども、じゃあちょっと逆に津田さんからあの津田さんの場合も激動かもしれないんですけどいや僕はもうものすごく変わりましたね。あの多分人生そのものが変わったと言ってもいいというか、もともとだからあの。 い最初は危機感から始めてるわけですねうん、うん、このまま普通に1ライターとしてやっていくんではきついと思ったんでじゃあ自分の取材した専門分野で、あのー、やっぱりちゃんと仕事が来るようにしたいと思ってうん、うん、実はほとんどの人多分知らないと思うんですけど僕その音楽配信メモ2002年に、あのー、オープンした時って僕実はハンドルネームでやってたんですよ。うんうん あのその時は普通に津田大輔っていう名前でライターはやってたんですけどなんか僕もちょっとその時はですねいやなんかその自分の一応プロのライターとしてやってはいるんだけれどもでもなんかハンドルネームでこういう情報をやってどこの誰だかわかんないけどなんか結構ニュース集めてきて結構こいつ詳しいなと思ったらそのハンドルネームにあの仕事が 来るとといいいなと思ってやっていててや1年間だけやったんだけど全然キアしなかったんでまあいいやと思って1年経ってから自分の名前を出してやってたらやっぱりそうしたら「単行本書かないか?」っていう依頼が来てでそれで書いた本が「誰が音楽を殺すのか」っていう本で。 でやっぱりそれが名刺になったんですよねやっぱ単行本書く単調書いたっていうことが名刺になってでそっからそうしたらあの講演の依頼とかも来たのでじゃあ公演やる時にライターっていうのも何の専門のライターか分かんないからじゃあ IT の専門家ですって言って、まあ、IT ジャーナリストとか名乗ってでそっからだからちょうど10年ぐらい前からじゃあまあジャーナリストっていうことを、まあ、一応専門の分野があるジャーナリストっていう名乗るきっかけを作ってくれたのがやっぱブロガーでもあったんで。 その声かけのきっかけってやっぱブログを読んでくれたからなんですかね。そうですね。うん、やっぱりあこれだけいろいろ調べていれば詳しいんだろうっていうですね。うん、まあそういうことだったので、うん、もう実際もう本当に毎日ほとんど更新してたのって2002年から2005年ぐらいまでなんですけど、でもあの時期にやっぱり自分の次の活動のすべてがやっぱり決まってた部分があったんで、うんうん、ブログでずいぶんやっぱ変わったなと思います。なるほど。ありがとうございます。野間さんとかどうですか。なんか情報発信したこと変わったこと。 そうですね。やっぱりあのブログを見てくださっている方が、まあ、わざわざコメントを入れてくれたりとかあとはメールで連絡もらったりとかっていうことで、まあ、直接。 あのコミュニケーションをとることができてでその方が、まあ、例えばその、まあ、私車関係について、まあ、つら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 ですね、まあ、細かいことばっかり書いてるんですよ「あの今の,その日本車はどうのこうの」とかねでそしたらまあ日本のまあとあるカーメーカーの方が「いや実は僕も同じ気持ちです」って言って「<laughs> あ<ー>あのじゃあ飲みに行きましょうか」って言って飲みに行って。 で仲良くなってでまあそれがきっかけでちょっととあるサーキットにもちょっと行けるようになったりとかっていうような形でやっぱりその自分のそれまで本当に単なる1ユーザーまあ1なんつうんですかねまあえドライバーとしてまあ車を見てたんですけどちょっとそのメーカーの人と直接話すことによってもうちょっと視野が広がったりとか活動の場が広がるっていうのは実際に体験してきてますね。ブログやると 友達の範囲は間違いなく減ますよね、うん、もう今一緒にいろんな、ね、僕はもう仕事とかもいろいろやってますけど、うん、そういうので出会った人ってほとんどネットなのでそういう意味でやっぱりブロークって大きかったなと思います。なるの場合別に 誰か紹介しててももらったわけじゃなくその人が一方的にブログ読んででくれててっ感じすかそうですねそれはブログ読んでてまあ私の中では炎上した数少ないブログあるじゃないですかあまそれはとあるカーメーカーに由来するとあるサーキットなんですけれども実際にはそれでコメントくれたのはそこじゃないメーカーのそこじゃないサーキットの方から連絡があったみたいな「実はあれについては」とかねそういうこともあったんで。 思ったよりみんな検索して見てるんですよね。うん、見てますね。で、あと、うん、結構あのブログ返 seo にすごい強い時期ってあったじゃないですか？うん、で、はい、そうするとある特定のキーワードを検索すると、私のとこに来てしまうっていうのが結構多くって、うんうん、で、そういうものも多分あったと思いますね。小れさんなんかサポティスタでこれがあったとかありますか？僕もあの全部ですよ。だって。僕本当に始めた時は？うんうん あの大学辞めて何もしてなかった人だったんでこれやってるうちにあのじゃあえとそれこそライターとしてだったり本出すって話にもなるし全部ですねその人とのつながりもなんか結局でもこういうことをやってる人間だからっていうのが向こうも分かってくるから話が早いんですよねあ,のあんまりずれないというか外れがないというか。かだからブログは そううい意味ででは仕事ですよねはい、はい、こういうことをやってるっていう専門性とか仕事とか能力っていうのをすごい示すことができて仕事のきっかけになったんですけどツイッターってやっぱちょっと違ってそういう専門性も示せるんだけどもろになんかそいいつのの性格の良ささとかか悪さが出ちゃゃうじゃないですかだからあれがやっぱりなんか結構すブログとともにツイッターになったので随分そういう。 仕事以来の割れとか変わったなと思いますけどね。やっぱそれでパーソナリティがブログとかツイッターだと容実に出やすいってこところですかね。ブログの時には分かんなかったけどあこいつ結構いいやつじゃんとか。<ー>ちょっとなんかあの読み読んでるとなんかちょっと語り口が鼻につくような人が、うん、意外と結構おちゃめな人なんだなみたいなね。うんうん、そういうのが分かったりその逆なんかも、ねうん、たくさんあったりとかして、ねはいはい。逆もあるわけですねやっぱりね,ね。逆の方が多分多いんじゃないですかね。<laughs> うまくツイッターで行間が埋まってる感じですかね。 うん、だから、ついやっぱり140字で、ね、うっかりなんか反,射し反射的に書いちゃうからうん、うん、やっぱ人はそういう反射的に書かなきゃいけなくなると本当にうっかり人間性が出てしまうんだな,、ね、なるほ,どなるほどね芽依子さんなんかブログやってたからこう変わったみたいなことありますすか、はい、そうですね去年ぐらいからやっぱすごく実感してますね取材のとか雑誌載ったり、はい、ウェブで連載させていただいたりっていうこともも,もちろんあるんですけど。 あのそういう活動をして,てまて、あ、顔も出しているので、うんまあ、結構あの、顔出してずっとやってる人って、うん、全体のパイの中でいうとすごく少ないのでいろんな仕事とかちょっとした企画とか頼みやすいのかなというののはありますねこの顔出してるかどうかってやっぱ重要なんでですすかねねそうですね私はあのもともと旅行機会書いてたので、うん、そこに顔出すことは結構大事なんじゃないかと思って出したっていうのもあるんですよ。うん まあ取り立てて隠すようなことでもないって思ってたっていうのもあるんですけどうん、うん、例えば虫の活動では顔出しが必要かどうかと考えたらどうですか虫ですか、そうですねあの、やっぱり虫苦手な人ってすごく多いと思うんですけど、うん、顔出してる人が実際に手に持ってる写真とかアップすると、うんああ、なんかそんな恐ろしいものじゃないんだなっていう印象はそこから生まれるんじゃないかと思っていて、うんうん、な,るなるほど、岡田さんの活動なんかはそんなに顔出し、重要じゃなかったりしますよね。 まあそうですね顔は出してないでもまあアイコンまあ、うん、アイコンでってことですかそ,です、ね、<laughs> そっくりですよね <laughs> そうあれねフィギュアなんですけど僕でもそう野間さんにも聞きたいんだけどその本業とその例えば顔を出してやったりすることでメリットデメリットというかあれみたいなのってあるんですか <laughs> 私の場合はねあんまそのメリットは結構あるんですよね単純に野間さんっていう人が書いていて野間の,の仕業やっててっていうのがもうダイレクトに分かるんであれなんですけどデメリットはあんま感じないし自分実はあのネットってジュネット時代からやっていてジュネットってすごいあのあの縛りがきつくてですねあのなの名文化されてないんですけど必ず名乗んなきゃいけないんですよだから例えば「ノマ、ま、アットマーク」「所属」って書かなきゃいけないんですね。 で当時は大学生だったんで、まあ、上智大学だったら「まあ、ノマーットマーク上智大です」っていうふうに名乗ってからじゃないと発言できないみたいな。でそういうのに慣れていてで逆にその匿名であったりハンドルネームっていう文化ではなかったんで逆にそのあの実名の方は自然でしたね、うんうん。ちょっとスライド1枚めくってもらいましょうかスライド1枚めくってもらっていいですか とということで、まあ、そういう状況にいたらターニングポイントがあったんじゃないかなと思うんですけれども津田さんはどういうところが例えば音楽についてだったらいくつか多分あって、はいまあ、ブログをやっぱ始めたっていうのはもちろん自分にとって大きかった、はい、っていうことと、あのー、ななんんかあれなんです、ね、今の自分が今有料メルマガやってるっいうこととも近いんですけど、まあ、最初ってお金をもらって原稿を書いてたじゃないですか、はい、立場としては。でも あのブログってその代わりあの向こうから依頼されたことしか書けないと、うん、出しながら依頼があって初めて仕事になるんででもブログって別にそれがなくて自分で好き勝手書けるとやっぱり、あのー、それはやっぱ新鮮だったんですよねで新鮮で,でちょうどブログを始めて2003年とか4年ぐらいに Google がアドセンスを始めて個人ブログがマネタイズできるようになって、はい、同時に Amazon のアソシエイトなんかもどんどん盛り上がってきてた時期でで なんか結構ブログが僕のブログが一番更新した時はそこそこアクセスを集めてそれで Google アドセンスと Amazon のアソシエイトとかでななんんんかか月10万円ぐらい入ってきたでですよねんでなんかその時にあなんか結構そうやって無料の情報発信をしていてもこうやってお金が入るんだと思った時に結構僕は割とそれでブログに飽きちゃったところがあって。 まあなんかい,い,いざとなったらブログをやっていけばなんとかなるんだとうう思ったのでじゃあ自分は単行本書こうと思って、うん、それでなんか単行本を書いたっていうところがあったんですよねそれがあったのでやっぱりだから、まあ、あの情報発信するっていうこととあとやっぱり、まあ、自分が職業柄なんか新しいのが出てきたらどんどん使おうと思って、うん、ナミキシーとかもそうだしあああのツイッターとかもそうで,で使っているうちに、まあ、僕はなんかブログよりも。あの やっぱりツイッターの方が単純に情報発信のサイクルとして自分に合ってるなと思ったんでツイッターの方に行ってしまったっていう感じですかね。野間さんなんかターニングポイントってありましたか？<noise> すみません、えっ、ー、とブログに関わってですけどね。<laughs> ターニングポイント、ターニングン。多分ね話今日出てないと思うんですけど野間さんってミニオンコが好きだ好きだって言ったらタミヤの人から声かけてもらったんですよね。 えっとあれはですねもともとは、うん、まあギズモードのライターをやっていた時に、はいうん、そのタミヤさんがメディア対抗レースをやりますよって言ってちょっと覚えてないんですけど、うん、ギズモードか私の方にまあ連絡がピュッとメールが入って、はいうん、でその時にミニオンクってやったことがないんでやってみようって言って参加したのがきっかけですね、うん、ですので一応向こうからのあのお声掛けでした、うんでね、はい、うん、でその後どういう経緯でこうなった<あ>みたてのそれはですねあのはまで、あね 具体的に言っちゃうと,、えー、とミニ四駆ってすっごいシンプルなんですよこのモーターが入ってて電池があってスイッチを入れるとあの配線がつながってモーターが回ってタイヤが回るってそんだけなんですよ、うん、で自分はあの実車あの実際の車を使ってさ、まあ、っき足したりとかレースやったりとかしてたもんですからあの当然ねシンプルなものだから楽にできるんじゃないかと思ってやってみたんですようん、うん、そしたら全然うまくいかない。<laughs> 全く早くなんなくて、で小学生に教えてもらうんですよ。ねえねえこれどうやってんの？みたいなこと言うと、あのねこれはねベアリングっていうのはね脱脂するといいんだよ脱脂っつってやってあげるよとか言って小学校五年生に脱脂されちゃうんですよベアリングをね。<laughs> 脱脂ですね油<で>の木ですね。油の木です。そうすると本当に早くなるんですよ。うんうん、あの耐久性落ちちゃうんですけどね。はい、でああそうなんだとか言いながら小学生に教えてもらいながらだん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 速くなるんですけど、うん、まあそういう過程が面白くて。 うん、でやってると F1 並みになんかすっごいみんな細かいことやってるんですよ、うん、だからあこれってなんか最初のモータースポーツなんだなっていう風にに要は車がでっかいからいいとかちっちゃいからシンプルで楽っていうことはなくって大きさが変わってるだけで結局やってることは F1 とか、まあ、普通のレースとまあ変わらないんだったら、まあ、これ子供とも一緒にできるしいいんじゃないかなって言ってハマってったっていう、うん、すみませんミニ四駆の話ばっかりで、ね、<laughs> 恐縮ですけどそれでミニ四駆の情報をずっとツイッターで出してましたよね あ,そうなんですあの、はい、これでこれを言っとかなきゃいけないなと思ったのはブログ「野間の仕業の読者」っていうのはどうやらそのまああの如実にですねミニ四駆のえー、っと話題っていうか記事を載せると、うん、PV が下がるんですよ。 ミニ四駆を出してミニ四駆の話をポッポッポッと一週間に一二回、二三回とか出してるとピーブがフューって右肩下がり下がっていくんですね、うん、でもこれを半年間続けてったらある時から伸び始めたんですよねだからその時にようやくおそらくですけどミニ四駆の情報を探してる人がのまの仕業っていうものを見つけてくれてで読むようになったんでそこでこう変わってっただから半年間ぐらいは孤独ですよね <laughs> なんでのまさんミニ四駆なんか にハマって,書いてんのぐらいなそういう冷ややかな状況でしたけど、えー、そういうことがあるんでいや PV とかフォロワーとかは本当に気にしないでだから自分がやりたいことをやり続けるって結構重要で僕はだから多分あの Twitter で。 名前が売れたたりとかかか本書くよににななったきっかけっきけてて年からいろんんイベントに行って中継をしてたんですよね。まあ自分はだから記者だってもあったからあのそこで記者でメモを記録を、まあ、ツイッターにリアルタイムに上げればいいじゃんと思って、まあ、それは後から見直す時にも便利だなと思ってでそれでやっていったら、まあ、もう如実にフォロワーが減っていくわけですよねタイムラインが埋まっちゃうからですごい文句とかも来たんですけど、まあ、それ家だったらフォロー外してくださいっていうふうに言って続けていって結構それを割と月に一度ぐらいずっとやってたんですよね。 でやって,て2009年ぐらいにそれが1個話題になったものがあってそこからそのツイッターを報道に使えるんだみたいな流れと一緒になってきたので、はい、そこからなんか逆にマスメディアとかから新しいそういう報道とかメディアについて語ってくれっていうふうになっていったんであの時にだから、ね、あのタイムラインが埋まるからやめてくれって言って自重しようかなと思ってたら多分今の僕はないのでそれはだからもう BV が下がろうがホラーが下がろうが続けるっていうことは結構大事だなと思いますけどね。うんうん あのの名前ががいたた良かったですよねあ,あれは別に僕は,僕は <laughs> いやいえ <laughs> その時にほら津田るっていう名前でやっぱりその3文字でどういう状況かっていうのを説明できることができてなおかつ津田さんの名前が入ってるっていうんですごいそれは良かったんじゃないかなと,かなかなと野間さんの話で言ったら野間さんずっとツイッター続けてたらいつもかタミヤの公式,サイ公式アカウントになりましたよね。 えとそれはミニ四駆のあれですねこれもまたちょっとあれなんですけど2007年ぐらいにツイッターが始まった時にあれって洗顔制じゃないですか、うん、アカウントっていうのは。はいはい、でその時にパッとやったのはまず「ノマ」っていう名前を取りたいって言って「ノ、うん・オ・マ」っていうノマを取れたんですよ。うんうん でその時にもう一つ考えたのはこれっていうのは将来的にどうせ企業とかブランドとかが使うに決まってるって思った時にタミヤさんどうしてるかなと思ったらタミヤさんまだ全然その時ネットとかやってなかったんで、えー、ミニ四駆ってていいうのは当然空いてるわけですよこれやばいなと思って先に撮っちゃえと思ってあの実はその時ギズモードジャパンっていうのも撮ったしミニ四駆っていうのも撮ったし結構その抑えちゃったんですね。で抑えて抑え で撮ってると何かあれじゃないですかあの両親の呵責っていうかねはい、はい、あるんでね、うん、ちょっとあのタミヤさんに言ったんですよ「うん、あのミニ四駆っていうあのツイッターアカウント取りましたけどうん、うん、どうしますって言ったら「うん、まあ野間さんちょっと持ってて」って言われたんで <laughs> わかりましたじゃあ持っときますがもし何かやる時があったらすぐにお返ししますからねって言って、うん、ちょっと2年ぐらいは私が適当にミニ四駆の情報を流してました。それでも結構つついいててままししたたねね数百人 そうですよ、ね、だから、田宮さんのために押さえておいてあげたってことです,、ね、そうです押さえといきまとたなので、それが去年のいつだかな、9月かな、なんかそれぐらいの時に、9月、10月ぐらいの時に電話かかってきて、くださいって言われたんですね、<laughs> でそれ言われたんで、もちろんですって、あげますって言って、うん、あげて、その日の夕方から田宮さんがつぶやき始めたっていう、うん、非常にスピーディーな展開でした、その時はなるほど岡田さんはなんかありますか、そういう意味では、なんかターニングポイント的なと思って。 いやターニングングポイト多分一番最初に始めた時ですね<ー>あの僕は自分であんまり何かやる人じゃないかったんですけど、うん、本当に友達がやっててこれがこれや,やった方がもうちょっとできるかなっていうんで始めて、うん、で、えー、と結局そうなんです今でもあの自分では何か新しいことをやる人ではなくて、うん、だから常にあの自分の周りのパワフルな人とくっついて、うんはい 引っ張ってっ張ててていもらうようよなやり方をしていますねうんうん、うん、逆にあれですかその最初に始めた人がすごいできる人だったら今はなかかったってことでも最初に始める人ってエネルギーはあるけど大体空回りするタイプの <laughs> まあそういう人が僕の周りには割と多くて<ー>そうするとそれをなんか手伝っているうちに、まあ、お互いの補完関係でうまくいくみたいなのがあるんで、うん、だからできるだけ自分はそういうい自分にはないものを持っている人と一緒にやるようにっていうのをやってますね。うんうん じゃ今でもずっとそこは気をつけてるってことですか今でもだから例えばサッカーキングさんとかもすごくもともと雑誌やってたところでで、あとその作る力があるんだけどウェブに関する知識とかがやっぱなかったからじゃあ一緒にやりましょうって言うとうまくいくしそういう感じですねサッカーキングっていうのは雑誌を作ってた会社だったんですけどウェブは全然だったんですよねそうですねだからウェブはえっ2010年にスタートした サイトなんですけど、今えっと多分国内のサッカーサイトはほぼ採用定になってます。なるほどね。あ、それはサポティストやってたから声かかったってこと。そうですね。なるほどね。めこさんってなんかターニングポイントというか、ワサオでしょう、ワサオ。聞くまでもなく、ワサオですよね。アクセスでいうと断然ワサオですかね。まあでもワサオが話題にあった時って結構そのまあ新聞とかテレビにも取り上げられるようになって、で検索で来る人もめちゃくちゃ増えたんですけど。 ただ、検索でうちに来た人が、その後、うちのお客さんになったかっていうと、うん、まあ、それは本当に。何パーセントとか、そういう世界だと思うす、うん。お客さんっていうのは読者ってことですよね。はい。な、うん、ので、まあ、自分的に、その噂を有名にしようと思って、やったことではないので。うん、あの、そういうことができちゃうんだなっていう意味で、ちょっと怖いなって思ったっていうのは。ターニングポイントかもしれないですけど。どね、あの、皆さんって、今、で言ったら、まあ、結構。 どっちかと言ったら多分有名な方に属する方だと思うんですけど多分最初ってきっとそんなことなくて何らかの時に何か起きてるはずなんですよねで何か起きてる時に捕まえてるかどうかっていうのがあると思うんですけどただメリコさんって和さんの時はどうしたんですか どちらかというとワサ尾に対する影響とかが心配だったので見に行くときはちゃんとその、うん、飼い主さんに声かけてくださいねとかう、はい、そういうどちらかというと注意の喚起をしないといけないと思って自分が後始末をしないといけないっていう気持ちが一番大きかったですねうん、うん、気遣いがもしかしたら大事だったのかもしれないってことですかね。うん 自分でそのそこで何かしたとかありますかどうなんですか、えー、と自分で何かしたっていうよりも、うん、ちょうどその伸びるところに一歩早くやっぱ行ってるっていうのが大きいかなと思って、うんうん、これはえっ、ー、とサッカーよりもアイドルがどっちかというとそうなんですけど、うん、僕あのパフュームとかあと桃色クローバーとか、うん、本当に商店街のステージで歌ってた頃からずっと見に行ってたんですよ<あ>でそれは子さんじゃないですかそうですねいや本当にあのそういう感じでやってたんで <laughs>、ええ、で それは最初ずっと趣味で見に行ってたんですけどそれが2回3回とあるとあああいつ意外となんていうのそういうの当たるんじゃないみたいな感じになってでそこで知り合った人から仕事が来るようになったりとかえそこがビジネスチャンスあったってことですかそそううですよでですすねだだかかららよも単純に ちょうど自分が面白いと思ったところがやっぱりその後にわってサッカーもそうなんですよねというのがあるのでもうそれは何だろうなそういう場所に身を置いてるっていうか全然仕事にしようと思ってたわけじゃないですよねまあそうですね全くないですねはっきり言ってなるほどね今さんとかって何かありますかそういうのうん何ですかね まあ自分、車好きなんでね、車で運転させてくれ、させてくれ、例えば日産の GTR 乗りたい、乗りたい、乗りたいってずーっと言ってたら、分かりましたって日産の人に言われて、まあ放置されたんですよ <laughs>。で、1年ぐらい経って、野間さん、ごめんなさい、まだ乗る気ありますかって言われて、いや、ありますよって言って、去年、GTR 乗せてもらったりとか、そういうのはやっぱりありますね。好きだととかかか乗りたいいそういうなんか まあ夢みたいなもんじゃないですかでそういうものはやっぱり自分の中に持っとくよりかはまあブログでもツイッターでもなんでもいいんですけどなんか人に見えるところもうしくは聞こえるところでやっぱ言わないと何も始まらないんだなっていう気はしますね。佐々さんなんかターニングポイントってやっぱあるですか？うんとまあ自分のやつではもちろんそうなんですけど一つ自分もあの二千六二千七年かあのナタリーっていうね立ち上げてであの時がですね。 立ち上げた初日にサーバー落ちるわでもう全然もうアクセスで言っても最初とかあの翌月とかってもう月間70万 PV いくかみたいなそんな感じですっごいきつかったんですねしかもまあ社員はいてあの給料を払わなきゃいけなくてでもどうするんだとこれこんなんでお金とかどうやって入るんだみたいな状況だったんで。 でもやっぱ僕は潰したくなかったんでやっぱその時思ったのが音楽のニュースはとにかくじゃあもうひたすら集めるとで他のでその時に音楽のニュースのメディアってたくさんあったんですけど大体いいみんな土日更新しないのででも新聞社のサイトが土日更新しないなんてないじゃないですかだからちゃんと土日でも音楽が更新するようになってどのオンラインの音楽情報メディアよりも記事の数と質が良くなっていれば。 今度はじゃあそれを価値を認めて買うところが出るんじゃないかなと思ってで営業をかけたんですよね、300社ぐらいにあのこれだけ毎日音楽の情報を集めて記事にしてますっていうので例えばだからあの着メロのサイトとかあとポータルサイトとかミキシーとかもミキシーニュースやったりとかああいうところに営業をかけて月いくらで買ってくれっていうことのそれをずっとやってたんですね。それをやったら まあ結構その夏ぐらいからそれこそモバゲーとかグリーとか買ってくるようになってそこから要するにお金が出てきたので,でそうしたら自分たちで独自で取材をする記事とかもできるようになったっていうのがあったんで,で僕の場合は、まあ、あのそういう意味ではメディアがやっぱり近くメディアに知り合いもたくさんいたのでとにかく1回、じゃなったりいうものをバズらせなきゃいけないなと思って考えたのがあの当時あの IT メディアの岡田優香さん。はい あのゆかたんがですね、はい、彼女にとにかく彼女があの彼女に社長の面白さを分かってもらうような記事をハテナの近藤さんとかのインタビュー記事とかやっぱすごいアクセスがあったんでああいう感じでとにかく書いてもらおうっていうのを、まあ、それをある程度うまくいった時にあの彼女にお願いして書いてもらったんですよねでもそうしたら本当にすごくてそこでやってハテナブックマークもたくさんついてもうそこで月間のページビューとかが2倍とかになったんですよね。 でそこから結構上昇カーブに乗っていったみたいなのがあったんでだかなんかそこは本当に今までいろいろネットとかでやったりとかしたつながりで、あのー、があってたんで結構ナイティーメディアあの、まあ、お金が入ってくるようになってきたっていうその形を整えたっていうことと。 あの多くの人に知ってもらうためにメディアで記事に掲載してもらったっていうのが、まあ、それがやっぱり大きかったなっていう感じで、ね、それはやっぱあれですかモチベーションとしてはやっぱりその好きにやりたいことが先にあってそれを達成するためにそこにモチベーションを発生させてたた潰したくなかったですよね潰したくなかったしもともとなんでナタリー作ったかっていうと僕はやっぱ音楽好きだったんですけど音楽雑誌が好きじゃなかったんですねうん、うん、音楽雑誌ってやっぱり広告のバーターが多くて全てとは言いませんけどほとんどが広告を入れたら 普通の記事で取り上げてやるよみたいなのが多くて、それってでもあの僕が普通に。 書いいてたたネネット雑雑誌誌とかビジネス雑誌だったらありえないんですよね面白ければそれ取材に行って別にお金なんか関係なく記事にするっていうのが雑誌の使命だと思ってたんですけど音楽業界ってのはそこはやっぱり全然なかったのでだからそうだったらネットとかでどんどん話題になってきてる新しいアーティストとか、まあ、それこそ Perfume なんかそうですよね Perfume なんかがまだ普通のメディアが注目する前とかにナタリーは相当早く取り上げてたのはこれが面白いから自分たちは別にお金なんかもらわないけど取り上げていくっていうことがあったんでそれをどうお金に換えるのかっていう いうのもあってでナタリーがちょっとずつ軌道に乗ってきた時に結構それはギズモードも参考にしててギズ,モードとかあのギズモードとかあの辺と、えっと、エンガジェットとかギズモードは特に営業がやっぱりいるとブログメディアなんだけども英語が結構23人1000人にいたっていうことが強いって話を聞いてて僕らやっぱりメディア企業を立ち上げる時ってすごい素人だったから。 かかんなったですねとりあえずいい記事をどんどん買って PV が増えていけばそれによって、まあ、あのバナー広告とかもなんか勝手に入ってくるもんだろうと思ったらやっぱり営業がなきゃダメなんだっていう逆にオンラインメディアこそ営業が大事なんだっていう話を 聞いてそこから営業の人をやっぱり取るようになってやっぱり営業が入ってから一気にあの収益性とか上がっていったのでりっいすすあがとううございます、えー、ともうちょっと時間が厳しいということで最後にです、ね、皆さん簡単に一言いただきたいんですけど今日の皆さんって好きなことをその続けていればなんとかなるという具現みたいな方々だと思っているんですねでその続けるための,その力ってすごい大事だと思うんで続けるためにはどうしたらいいかというのを一言だけミルコさんからいただければと思います。うん 難しいですけどす、うん、本当続けるためにどうこうってうあんまり考えたことはないんですけど、はいうん、でもやっぱり、えー、と自分がブログをやっていることで、うん、その情報の蓄積がずっとあることで、うん、今までその憧れだっただけの人、うん、一瞬出会う機会があっても、うん、ご挨拶してすぐ忘れられちゃうような時でも向こうが思いがけなくあブログ読んでますって言ってくださることがあってやっぱそういう瞬間があると本当に続けてきてよかったなと思うので、うん、それがやっぱ長い目で いるとモチベーションになってるんじゃないかなと思いますねありがとうございます丸さんどうですか僕は無理をしないことですね、うんうん、なんかまあ止まるときもあるしあのがあって更新するときもあるし、うん、まあただあの嫌にならないようにやっていくっていうのが結果的に続くかなって思います、はいうん、ありがとうございます野間さんどうですか 私も実は岡田さんと同じであの要はちょっと乗らないなっていう時があると思うんですよ。これ書きたいんだけどもちょっと今日はなんか乗らないなっていう時はもうさっくりやめちゃいますね。で そういうのが続くとなんかこう更新が途絶えたりとかで更新が途絶えると、なかなか小学校のときに学校休むとなかなか学校行きたくなくなるような気がするじゃないですかあんな感じで書きにくいんですけれどもそういうのも全く無視して書きたいときに書く、モチベーションが上がっているときテンションが上がっているときにしか書かないというふうにやるとありがとうございます。さん最後に なんかあの逆説的ですけどなんかいろんなことに手を出すことが重要だと思うんですよねうん、うん、なんかいろんな僕はだからツイッターもやるしフェイスブックもやるしでも結局まあ今はツイッターが一番好きで でもその時に実はいろんなことに手を出すからやっぱりなんか帰ってきたらやっぱお前が一番電よ的なみたいななんか多分いろいろ手に出す秋っぽい人ってなかなか続かないじゃないですかやっぱりみんなそれなりにツールとかそのソーシャルメディアって人が入れかわっていっちゃったりもするのでだからそれは流れに任せて面白そうなものは一応いろんなものに手を出してみてその中で逆にちょっと離れたところからあのブログとかも含めたそういうのを見ることで。 なんか自分でやりたいことがどんどんまた、あの続けられるんじゃないかなって、いろいろ手を出すことが逆に僕はなんか続けるコツなんじゃないかなと思います、ね。はい、ありがとうございました。え、今日の皆さんのこの話が、皆さんがブログを続けるのに、なんか私になれば、本当にありがたいなと思っています。じゃ、皆最後に、皆さんにあの拍手をいただいて、もうセッション終わりたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございまし、えー、たま。あ,あ,たりたありがとうございました。